キャブレター。キャブレターはガソリンや液化石油ガスなどを燃料とする予混合燃焼機関において電気などの動力源を利用せずに燃料を空気と混合する装置である。ガソリンやメタノールのように常温常圧で液体の燃料はベルヌーイの法則を利用して吸入空気へ霧状に散布して噴霧粒子が蒸発することで混合される。英語では カーバーイーターと表記される場合や、イングランド地域の英語でカーバーイーターと表記される場合もあり、カーバレイテア、ベイヤカーバイアレット ERA と発音される。日本語ではキカキと呼ばれる場合もあり、戦前や戦後間もなくの頃は、言語の発音により近いカーブレーターと表記されることもあった。キャブレターの語源は、炭化水素を混合するという意味の動詞カーバーアイトに、 動作指名詞を形成する設備上は、または ER を加えたものである。ガソリンなどのように、常温常圧で液体の燃料に用いるものと、液化石油ガスのように気体の燃料に用いるものでは、構造が異なる。液体燃料用のキャブレターにおいて、燃料タンクから送り出された燃料は、燃料チャンバーと呼ばれる部屋に一時溜められる。められた燃料に一旦がつかるように、 ジェットと呼ばれる細い管が設けられ、もう一端はエンジンの吸入空気が通過するベンチュリへ解放されている。ベンチュリは吸入空気の流路の途中を細く絞った構造で、吸入空気がベンチュリを通過するとき流速が増加する。流速が増加した吸入空気はベルヌーイの定理により制圧が低下する一方、燃料チャンバー内は大気圧に保たれているため、 燃料チャンバーからベンチュリーへと燃料が吸い出される。ジェットの出口は小さな穴、もしくは溝状で吸い出された燃料は吸入空気へ霧状に噴出し蒸発しながら拡散して混合儀となる。機体燃料に用いられるキャブレターは吸気管に生じる負圧で作動するダイアフラムアクチュエータにより燃料流路の弁を開閉し吸気管に送る燃料の量を調節する。 キャブレターよりも精密にエンジンの負荷状況に応じた空燃比で混合技を形成できる燃料噴射装置が普及し燃費や排出ガス抑制に対する性能要件が高くなるにつれて自動車やオートバイではキャブレターに代わって燃料噴射装置フューエルインジェクションを採用する車種が主流となったレシプロエンジンを搭載した航空機ではキャブレターと 燃料噴射装置のいずれも使われている。民間小型機ではキャブレターが長く使われており、燃料噴射装置へ移行したのは近年のことである。チェーンソーや刈払機などのエンジンでは、燃料噴射装置に比べると電気が不要で、構成部品が少なく、部品コストが低いキャブレターが使われている。液体燃料用のキャブレターは多様な形式があり、ベンチュリの数や方向、機能のほか。 燃料チャンバーの方式により分類される。最も単純なキャブレターは、ベンチュリが1個であるが、より多くの混合技を効率よく、エンジンに供給するために、複数のベンチュリを備えるものもある。1個の場合は、シングルバレル、複数の場合はマルチバレルあるいはベンチュリの数を表現して2バレル、4バレルと呼ばれる。また、エンジンの負荷、すなわちエンジンに送られる。 混合機量に応じて、種類のベンチュリが段階的に働くキャブレターがあり、ステージドキャブレターあるいは2ステージキャブレターと呼ばれる。これに対し、エンジン負荷の全域を一つのベンチュリでまかなう、方式シングルステージキャブレターと呼ばれる。例えば、直列4気筒エンジンで、シングルステージの2バレルキャブレターが2個搭載される。場合や、V 型8気筒エンジンにシングルステージの4。 バレルキャブレターが2個搭載される場合がある。ステージドキャブレターは、スロットル回イドに応じて、メインバレル、プライマリーバレルと、二次バレル、セカンダリーバレルが、段階的に作動する。二次バレルは、メインバレルと同系かあるいはメインバレルより小系で、リンク機構やダイヤフラムアクチュエータにより動作する。メインバレルと二次バレルを2組持ったにステージ4、バレルキャブレターもある。 ドアの直径の相違や、チョークバルブの有無などで、外観から、シングルステージの2バレルと判別可能である。アクセルカイドが小さいときは、メインバレルのみを開き、ベンチュリを通過する空気の流速を増加させて高い、ベンチュリ効果を確保する。アクセルカイドが大きいときは2次バレルも開いて、より多くの混合技を供給する。これにより、広い範囲で適切な混合技を形成する。 ヤマハ VMAX の V ブーストシステムもステージドキャブレターの一種である。吸入空気の流れる方向によって、ホリゾンタルドラフト、サイドドラフト、アップドラフト、ダウンドラフトと呼ばれる。燃料チャンバーはジェットへの安定した燃料供給を保つために一時的に燃料を貯めておく構造である。燃料を貯める量を調節する方式には、浮き、フロートを利用して、 液面を保つフロートチンバーとダイヤフラムを利用してチャンバー内の燃料を一定に保つダイヤフラムチャンバーがある。アメリカや日本では1980年代前半からオーセンサーの空燃費信号に合わせて液によって制御される電子制御式キャブレター ECC が比較的安価なナッシャを中心に広まった。きっかけとなったのはアメリカでのマスキー法の改正やカフェ 企業別平均燃費規制の開始及び昭和53年排出ガス規制が1978年昭和53年に日本で施行されたことであった。それまでの排ガス浄化装置はペレット触媒に比べると効果で耐久性に劣り排気効率が悪い方式サーマルリアクターなどが主流であった。日本では翌1979年 昭和54年に省エネ法が制定され、自動車各社は三元触媒を基礎に、大2センサーによるフィードバック制御を行う方式に転換し、燃費と排ガス対策を両立できるようになった。ECC よりも以前に電子制御式燃料噴射装置 EFI は登場していたが、ECC は既存のキャブレター仕様の部品構成を大きく変える必要がなく、 インジェクターや燃料ポンプなどの高価な電子機器も必ずないため e f i と比較して安価であった。また、エキュが故障しても走行不能には陥らないことも長所であった。ECC はこうした長所を背景に1980年代の各国の排ガス規制に十分対応できたことら、廉価な車両を中心に幅広く採用された。しかし、 1990年代中盤以降になると燃料噴射装置の価格が量産効果により大幅に低下し、排ガス規制もさらに強化される傾向となったことから、こうした電子制御式キャブレターは現在では採用されなくなった。ガソリンエンジンを搭載した自動車やオートバイでは古くからキャブレターが利用されてきたが、排出ガスの規制や性能への要求が高まるにつれて、 燃料噴射装置、フューエルインジェクション採用されるようになった。先進国で新規に販売、登録される自動車は、ほとんどが電子制御燃料噴射を採用しており、キャブレターはガソリンエンジン自動車の主流ではなくなった。日本で販売される市販車で最後にキャブレターを搭載していたのは、軽自動車では、鈴木キャリー、10代目最初の1年の DA52T まで、 講義の普通車では2002年12月まで生産されていた三菱リベロカーゴ CB1VCB2V だったオートバイでは四輪自動車にやや遅れてフューエルインジェクションの採用が広がった比較的排気量の大きな車種では燃料噴射装置が主流となったが発展途上国向けで小排気量の車種ではキャブレターを採用する車種が少なくない日本では 原付きを含むオートバイも2006年から配、ガス規制の対象となり、燃料噴射装置への移行が進んだ。自動車やオートバイでは、車両の製造時に搭載される、純正のキャブレターの他に、純正品と置き換えて利用する、アフターマーケット製のキャブレターがある。アフターマーケット品は、構成部品を交換して、メインジェットやスロージェットなどを細かく調整できるのに対し、 純正品のほとんどが車種ごとに設計されている専用品で調整用の交換部品がない合わせやあってもアフターマーケット品に比べると調整可能な項目が少なく調整幅が狭い場合が多い。自動車ではツインキャブや6連キャブなどといった用語を用いてその車種の訴求力を高めたりする場合があるがこれらは搭載されるキャブレターの数を示している。例えば 直列4気筒エンジンにシングルステージにバレルキャブレターを2個搭載してツインキャブと呼んだり6気筒エンジンにシングルバレルキャブレターを6個搭載して6連キャブ取れるオートバイでは各気筒に1つずつのキャブレターを搭載する車種が一般的で訴求力のある用語としては用いられない自動車やオートバイに用いられるキャブレターは広い範囲のエンジン回転速度 あるいは広い範囲の負荷に対応するため、複雑な機能が求められる。スロットル回路に応じて、適正な量の混合技を生成するだけでなく、エンジンの負荷や状態に応じて、空気と燃料の混合比、空燃比を適切に調整する機構が組み込まれる。また、排気ガス規制が適用されるようになると、排ガス中の有害成分の濃度を抑えるように、補正する機能も付け加えられるようになった。 キャブレターの基本構造の一つであるジェットは機能に応じて異なる位置や形のものが備えられていてアイドリング系統やスロットル系統などと呼び分けられている一部の機構はスロットル回路に応じて動作するようにリンク機構や吸入負圧を用いたダイアフラムアクチュエータで作動するほか、電子制御キャブレターではサーボ機構により作動するメイン系統は スロットル系統とも呼ばれ、中速回転、部分不回帰から、高速回転、高不回帰で燃料を送り出す経路で、メインジェット、ニードルジェットホルダメインエアブリードと一体、ジェットニードル、ニードルジェット及びメインエアジェットで構成される。ジェットニードルは、細い円錐状の部品で、円筒形のニードルジェットホルダに差し込まれている。スロットルバルブの開閉に応じて、 ジェットニードルが上下して、ニードルジェットホルダーとの隙間が変化し、送り出される燃料の量が変わる。キャブレターによっては、1個以上の小型な、ブースターベンチュリ、追加、ベンチュリが、メインベンチュリの内部に設置され、スロットルバルブ微動時における、メインベンチュリ流速変化の二さ差を補っている。スロー系統とも呼ばれ、アイドリングなどの低速回転時に燃料を送り出す、経路で、 スロージェット、アイドリングジェット、パイロットジェット、スロージェットホルダーバイパスポート、アイドルポート、スローエアジェットで構成される。スロットルバルブが完全に閉じている位置からわずかに開かれるとき、スロットルバルブの下流に高速な気流が発生するため、スロージェットはこの位置に設けられる。スロージェットの流路面積は変化しないが、スロットルバルブが開かれると、 スロージェット付近の流速が低下して燃料が吸い出される作用が小さくなる。すなわち、中高速回転ではアイドリング系統は働かなくなる。スロットルバルブをアイドリングに適した回路に固定するための機構としてアイドリングアジャストスクリューと呼ばれるネジが備え付けられている。このネジを締め込むことでスロットルバルブはより開きアイドリング回転数が上がる。緩めることで スロットルバルブはより閉じるアイドリング回転数が下がる。パワージェット、パワーバルブは高回転交付荷時にメインジェットからの燃料供給を補助する機構である。スロットルバルブ全開付近の領域で空燃比を濃くして出力を高くする。同時に空燃比を高くすると混合技の比熱比が小さくなる。上、燃料の気化熱が増えるので燃焼室の加熱を防ぐ。 燃料冷却という。これにより、プレイグニッションやデトネーションを防ぐ働きがある。パワージェットは、吸気管内の圧力と、スプリングで、開閉制御されるバルブで、吸気管内の負圧が強い時は閉じており、スロットルバルブが開いて負圧が弱くなると開くようになっている。パワージェットはそのエンジンの特性に応じて補正する、燃料量が厳密に設定されるため、 オートバイ用キャブレターなどの場合にはあらかじめ設定が固定されており一部の市販レーサー車両を除いて調整が不可能な場合が多い初期の2ストロークエンジンに用いられたパワージェットの中には4ストロークエンジンのパワージェットとは逆に吸気管内が強い負圧状態の時に開き弱くなると閉じる設定のものが用いられているキャブレターが存在したこれは 全開領域で混合比がやや薄めになることで、より高回転まで回転が伸びていくに、ストロークエンジンの特性を使ったものである。このような動作をするキャブレターの場合には、常用回転域では常にパワージェットから燃料が供給されるため、メインジェットはパワージェットがない同サイズのキャブレターにもやや薄めの番手が選択される。しかし、エンジン高回転域で過度に、 パワージェットからの燃料供給を減らすと、エンジン焼き付きのリスクが大きくなる。近年の2ストロークエンジンのパワージェットはもっとシンプルな構成であり、バルブはなく、フロート室から上流側の天井部分にバイパスが設けられているだけである。これにより、吸入負圧が大きくなった時のみ、燃料が吸い出される。いくつかの固定ベンチュリー型キャブレターでは、 パワージェットの代わりとなる高回転高負荷時の増量機構として、可変ベンチュリー型のジェットニードルと同じ、メータリングロッドやステッププロットと呼ばれる機構を用いるものもある。メータリングロッドとは、全体がテーパー状に加工されている棒であり、メインジェットにある燃料通路口に差し込まれている。メインジェットの流路面積は不変であるため、メータリングロッドを出入りさせると、 燃料通路の断面積を変化させることができる。メータリングロッドは、吸入負圧により上下する、バキュームピストン、ダイアフラムもしくはスロットルリンケージに取り付けられており、スロットルバルブを開くと、メインジェットから強制的引き抜かれて、メインジェットの燃料流量を次第に増量していく。パワージェットが高回転域での全般的な燃料、増量補正を行うのに対して、加速ポンプは、 加速時などで、スロットルバルブが急速に開かれた際に補正する。スターター系統とも呼ばれ、エンジン始動時に空燃比を濃くする機構である。チョークの代わりに、ティックラーが用いられる場合もある。自動車用のキャブレターでは、オートチョーク機構が組み込まれている場合もあり、オートチョークを動作させる操作として、エンジンを始動する前にアクセルを数回踏むことが、ユーザーマニュアル記載されていた。 一部の車両は、冷間指導時の指導性向上を目的にと呼ばれる、機構を持つものがある。これは、インテークマニホールドとキャブレターの間に挟み込まれる、格子状の電熱ヒーターであり、燃料の気化をより促進する効果がある。キャブレターに、下級器を取り付ける場合には、スロットルバタフライが、キャブレター本体に内蔵されている、関係上、 通常は、下級機とインテークマニホールドの間に、キャブレターが置かれる。キャブレターのフロートチャンバーにもブーストがかかれば、ベンチュリに、ブーストがかかってもフロートの動作には、問題はない。V 型8気筒エンジンにスーパーチャージャーを搭載する、場合は、下級機の後ろにキャブレターを取り付けるレイアウトに比べて、構成上バックタービンが発生しないメリットがあると、されるが、 下級機内部に混合儀が吹き込まれ圧縮される。混合儀における空気と燃料の比率は空年比と呼ばれ、例えばガソリンの場合は14.7が理論空年比であるが、環境条件によって異なる空気密度に応じて燃料を送る量を調整したり、運転条件によっては理論空年比とは異なる空年比の混合儀を送る必要がある。キャブレターでは燃料や 空気の流路を調整することで状況に応じて空燃比を調整できる。航空機の場合は高度によって空気密度が変化するため操縦室内に空燃比系とともにキャブレターを調整する操作板が設けられていることも多い。メイン系統ではジェットニードルの固定位置を変化させてニードルジェットホルダーとの隙間を変化させたりメインジェットを内径の大きなものに交換したりする。 アイドリング系統では、パイロットスクリューなどのニードルバルブで流量が調整される。場合によっては、ブースターベンチュリを交換したり、フロート油面の調整が行われる。一つのエンジンに複数の負圧型キャブレターが装備されている場合は、負圧系を用いて、すべてのキャブレターでスロットルバルブが同調するように調整される。キャブレターの空燃費が最適かどうかを、 確認するためには、ガス分析装置を使用して排気ガスに含まれる一酸化炭素、炭化水素及び酸素含有量を測定する方法があるが、電化プラグの外紙や電極の焼け色を見ることである程度まで空燃比を推測することが可能である。もしもプラグの外紙が乾燥して黒くすすけている場合には、年長が濃すぎることを示し、白か薄いグレーを示している場合には、 燃焼が薄すぎることを示していて、きつネ色か、茶色に近いグレーが最適な燃焼状態とされている。あるいはガラス状の透明な外脂を持つ点火プラグを通して燃焼室の炎を直接目視する方法がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。